おはようございます。今日は火曜日ということで、大地や木下はお休みいただきます。今日は本の紹介ですね。こちら一枚の未来地図、横田勲さん賞になりますけど、ビジネス賞なんですけど、ストーリー仕立てになっておりまして、一人の男がですね、潰れそうなレンタルビデオ店の店長なんですけど、自殺をしようと思って山に行ってですね、一人の男性と出会って、そこで地図の書き方を教えてもらうと。で、スタッフそれを聞いて、思いとどまって、会社に戻りまして、スタッフと一緒に、30年後の、地図を書くというようなストーリーで、現在と未来とですね、行ったり来たりしながら、こう会社を立て直していくというようなストーリーになっております。非常に参考になる本だと思いますんでね、ぜひお読みいただけたらいいんではないかなと思います。ではおすすめの本ということでね、一枚の未来地図ご紹介しました。それではまた、今日もエネルギッシュに行きましょう。いってらっしゃい。